申し訳ないですけど、はい、ちょっと今はお待ちください。え、でもいますよね。定期券も対応しておりますので、ちょっとお待ちいただけますか。すみませんけど。引き取るとか引き取らないとかじゃなくて、そのことを説明していただけませんか、まず。そうだよ。まずそれにしましょう。それは日を改めていただきたいと思います。給食費の未払い問題が社会化する中、東京都渋谷区内の中学校で給食の献立が改ざんされる事件が起き、去年9月校長が退任しました。この学校で何が起きているのでしょうか。新宿から西に電車で5分、笹塚駅からすぐの場所にある渋谷区立笹塚中学校です。この学校で給食が少ないという問題が表面化したのは2009年4月のことでした。 PTA が給食についてアンケート調査を行ったのです。その時のアンケートで給食が足りない、でメニューが乏しい、さまざまな意見がたくさん保護者から寄せられまして、気によってばらつきがあるという意見が大変多いのが気になりました。当時給食を食べていた子どもたちに話を聞きました。量はどうでしたか。うどん以外はめちゃくちゃ少なかった。俺もやしこんなもんで、ね、もやしめちゃくちゃ出てるから、さっちゅうほぼ毎日のようにもやし、牛乳ない日あったよ、ヨーグルト出て、 あと他飯とかおかずあるけど味噌汁ないから汁物なしでめっちゃきつかった。あるそれ超文句言ってた。先生も文句言ってた、うん、これは無理だろう。これが各家庭に配られた献立です。しかし学校では献立通りのメニューが出ていませんでした。これは開示によって手に入れたものなんですけれども、実際に私たちがもらっている家庭に配られるこの献立表と全く違う数字が並んでいたり、実際子どもが食べた給食が学校給食法の法律に基づいた栄養を満たしてないのではないかというふうに思いました。学校の給食は文部科学省が定めている学校給食法によって栄養量の基準が定められています。例えば中学1年生から3年生の給食は1食820キロカロリーが基準です。これに対し保護者が入手した資料によると、笹塚中学では基準の約6割程度、495キロカロリーしかない日がありました。またこの日のタンパク質はわずか 19.6グラム、 1食32グラムという基準を大幅に下回っています。笹塚中学ではこの年の春から給食費を年間で2057円値上げしていたにもかかわらず、カロリー、タンパク質、実際に使った給食費も基準を大幅に下回る日が続いていました。笹塚中学の島本珠樹校長はこの年の10月に保護者会で陳謝し、問題は解決したかに見えました。ところが新たな問題が起こりました。我々の方で情報公開を今度もう一回記録を足してみました。そしたら、本来であれば、多分保有しているその保護者の方が2回目に情報提供でもらったものが出てくるというふうに通常思っていたんですけども、これは全く書き直したものが12月の8日ぐらいに出てきまして、そしてそのまあそれはもうきれいに、まあ、パソコンで打ち替えてあって、もう本当に標本のようなものが出てきました。不審に感じた保護者は教育委員会や議会を訪れ、実態調査を求めたものの相手にされず、たびたび校長室を訪れては説明を求め続けました。そして2010年6月、申し訳ないですけど、はい、ちょっと今はお待ちください。え、でもいますよね。教育委員会も対応しておりますので、ちょっとお待ちいただけますか。すみませんけど。いやいや、本当ですよ。これ改ざんでどうしよう。笹塚中学校の校長室で保護者と校長が話し合いをしている過程で、給食の献立や栄養価の偽造を指示する書類が見つかりました。段ボールの箱の中には平成21年2月の記録と書かれた3種類もの給食記録があり、
紙には何度も書き換えた跡や改ざんを指示するような記述が残されていました。業者の請求書差し替えてらっしゃいますね。こうやって我々の情報会が隠蔽されたんです。いや、本当ですよ。これ改ざんだぞ、それ。もう、忙しいと思うんですけどね。笹塚中学校に今ちょっと来ていただけないでしょうか。というのはですね、大変なことがありまして、給食の件で。給食の件で、というのと大変なことになりまして、いや、ちょっと私がですね、まあ、要するに20年度の将棋だから見てもいいですよっていうこと言ったんですよ。まあ、それはちょっと一応見せてくれますかっていうことで、それでまあ見せたんですよ。うん、いろんな書類が含まれてたんですけどもね、それをちょっと今、見せてくれっていうことで、まあ、ちょっと見てるところなんです。で、そうしたところがですね、ちょっと来てから話をしたいと思ったんですけども、いや、それはですね、私がお願いしたいんですっていうのをですね、訂正しています。正直なのは私一人では対応できなくなりました。校長先生がこちらにいらしたんですね。でもう一人の保護者の呼ばれた保護者の方がまあこちらにいらして、この方はまあ他にもここに資料があったのでこう行きはしてました。でここに大きな段ボールがありましてね、でこれの中をまあこの何枚かここに並んでたんですね、書類が。それに情報公開が出たので情報公開をの対策のためにまあ書き換えるというような内容の文章が並んでいたり、学校のその2年前の予定表がですねずらりと並んでいて、どうもそういう予定表まで合わせて作り変えていたと思われるような手紙類まで全部並んでましたね。結構こういう情報の改ざんをするようなことっていうのはもう法律に違反していることですから、もうこれは完全にその法律違反なんで、校長先生まあもう警察に行った方がいいよというふうに説得をしたんですけども、とにかく待ってくれと。で腕組みをしても塞ぎ込んでですね、まあ、時々どっかに連絡してみたいですが、まあ、それがどうも教育委員会だったみたいで、あとあと教育委員会の事務局の次長やられてる千葉さんっていう方と菅原さんっていう課長がいらっしゃい、で結局この方たちが来てから校長は初めていろんなことを自分で言い始めたと。はい、はい、これは今あれですか、何をされてらっしゃるんですか。校長先生、これあれですか、給食の書類ですか。一応の給食関係の書類ですけれども、先生が許可をされて見てらっしゃるんですか。一応そのの見てもいいですかって言うから、私自身もまあこういう正直言って20年度の古いやつだとか、その書類が入ってるのは分かってたんですけども、その細かいことはそういうの他にも入ってるとちょっと分かんなかったんですよ。それでどうぞっつって言ったんです。申し訳ないですけど、今日はちょっとお一人を、何を言ってんだお前よ先生、お一人いただくように言ってください。遊戯書行きますから、これから遊戯書に出しますから。改ざん指示書類を発見した保護者は証拠隠滅の恐れを感じ、警察署に文書を持ち込みました。もうちょっとよく見たいです。しかし書類を学校から持ち出したとして島本校長が被害届を提出。その後、書類発見時に校長室に居合わせた元保護者やオンブズマンなど合計4人を住居侵入、不退去、威力業務妨害、窃盗罪で刑事告訴しました。同時に島本校長は体調不良を理由に長期休養に入り、去年9月、笹塚中学には新しい校長が就任しています。なぜこれほど栄養価の低い給食が出されたのか、誰が記録を変えたのか。この年の笹塚中学の給食費の未払いは総額で294,106円、全校生徒で割ると1人当たり1日6円程度の負担となるものの、
それほど栄養価の低い給食にはなりえません。公立学校の給食費は学校長の権限で運用する私費会計。このため会計基準や情報公開のルールなどは自治体に任されています。渋谷オンブズマンの調査によると、教育委員会の職員や近隣の学校の副校長らが給食記録を書き換えるために頻繁に笹塚中学校に通っていたことが明らかになっています。このため教育委員会が組織ぐるみで改ざんをしていた可能性があるとして、元保護者らは島本校長と渋谷区教育委員会の池山教育長、大沢次長に対し告訴状を提出。今日2月18日に受理されました。アワープラネット TV の取材に対し、笹塚中学校の島本元校長は何も言うことはないとし、渋谷区教育委員会の菅原課長も係争中のため話すことはできないとしています。学校の給食の記録の改ざんを指示していると思われる書類が見つかりまして、今私承知をしておりませんので、また後ほど詳しく調べてみたいと思います。給食法に触れるほどひどいものが出し続けられたということが大変問題だと思ってます。でやはり自分の子どもが食べたもので成長期にきちんと食べさせてほしいと思う親の思いっていうのはみんな同じだと思います。改ざん書類が代々木署に持ち込まれてから半年、ようやく捜査が動き出します。